二本松公園にふれあい動物広場がやってきました。これは相模原浅溝公園のふれあい動物広場が全国都市緑化フェア開催に伴う移転拡張工事のため当分の間閉鎖。その間緑化フェアのキャンペーンに一役買おうと市内の公園を巡回しています。モルモットやウサギ、ニワトリなどの小さな動物たちを撫でたり抱いたり、直接触れることができるこの移動キャラバンは子どもたちに大人気。一日平均300人の親子連れでにぎわうとか。近くの公園に動物たちが行ったらきっとお友達になってね。29日から今月8日まで、あじさい会館で相模原百景展が開かれました。市内の駅、商店街、名所などを題材に絵を描いたのは上溝に生まれ育った日本画家吉川慶治さん。ふるさと相模原に対する深い愛情から制作を思い立ったといいます。昭和59年から平成2年までの7年間、機械を見ては市内各地を回り、軽妙な筆さばきと淡い色彩を使って描いてきました。こうして完成した百景の一枚一枚からは、郷土に対する熱い思いが見る人に伝わってきます。見慣れた風景が絵になっていることもあって、連日多くの市民でにぎわいました。日本の人たちに混じって楽しそうにカラオケを歌っているのは、カンボジアやベトナムから難民として日本にやってきた人たち。カラオケを歌うのは早く日本語を覚えるのにとっても効果があるからだといいます。ここは市内下久沢にある宮の上団地。現在210所帯のうち17所帯、およそ70人の難民の人たちがさまざまな問題を抱えながら市民と共に生活しています。永瀬和也さん、県立相模原高校で日本史の先生をする傍ら、難民の人たちを支えるグループインドシナ難民の明日を考える会の代表をしています。このボランティアグループではそれぞれのお宅を訪ね、マンツーマンで難民の人たちに日本語を教えています。どうもありがとうございます。こんにちは。今永瀬さんの担当はカンボジア人のコイパダラさん。あ、そうですね。乱れていました。書けます？書けません。書けません、はい、乱れていました。はい、
はい、もしたい。それで、うん、それぞれと様々はあれ違うんですか？あ、違いますね。あ、そうですか。この部はあの時代の違いですね。わかりません。あ、武士というのはあの、ハダラさんたちはどうして祖国を離れ難民となったのかをフランスの植民地時代後のカンボジアの変遷を中心に聞いてみました。カンボジアの近代の歴史はあの今日に至るまで、本当に非常に厳しい歴史だったと思います。で、まあ、一言で言えば大国に翻弄されてきた悲劇ということになるかと思います。特にベトナムが独立したいという強い意志を持ってまして、でその中でカンボジアも1954年に独立を達成します。ベトナムの方に関しては、フランスが独立を認めなかった。でしかしベトナムはフランス軍に勝ってしまった。でその後あのアメリカがフランスの代わりに出てきて、そして、まあ、有名なあのベトナム戦争という形になります。アメリカが、まあ、シアヌークを追放する、そしてロンノル政権という政権を作るわけです。でそれに対していろいろな勢力が、反米戦争を行います。そしてロンノル政権を倒して、特に中国の後押しでポルポトが政権の座につきます。でこのポルポト政権の下で何百万人もの虐殺があったと言われます。もう想像を絶するこう苦しみをされた方々がそのベトナムが入ってきて、でヘンサムリン政権が、作られるその時に大量に難民として、国外へ脱出し、フランス行った方もおられればアメリカ行った方、その他いろいろな国々に行った方がおられます。ところであのパタラさん、ポルポト時代はどういう様子だったか少し具体的に話をしていただけますか？はい、若いの人たちは力で働くじゃなくても気持ちの力で働きます。そしてなぜこの気持ちがあるんですか？あれもし私たちは仕事をちゃんと一生懸命やらないとみんなあの連れてって殺されるかもしれない。ですから休み時間なくても食べ物なくても着るものなくても私たちは一生懸命仕事をして命残るためにあのとっても苦しかったんですけど、でも我慢して我慢して最後まであの私たちはあのそのことをいつも心の中にあのまだ残っています。パダラさんの愛妻チューパリーさんと二人の子供たち、奥さんはあまり日本語ができません。シダブット君とシダビンちゃんは近くの佐久の口小学校に通っています。二人とも日本語はペラペラですが母国語のクメール語は苦手なようです。だから親がこの勉強を見るのはおろかコミュニケーションも途絶えがち。難民の人たちの家庭ではこのような親子関係になっているのです。これから勉強会を始めます。先生どうも。あ、違う先生よろしくお願いします。ボランティアグループインドシナ難民の明日を考える会では1週間に1度小中学生学科補習教室を開いて授業に遅れないよう勉強を教えています。教えているのは学校の先生、近所の主婦、大学生、高校生など。
り勉強すんの。分かんない時も分かる時もある。まあ大学行って、まあ、少しぐらいはあんま時間これは取らないから、ちょっとでも自分の世界広がればなと思ってやったのがきっかけです。親御さんの方ももう少し日本語を覚えるか、もしくは子供さんの方に母国語を教えてあげるかしないと、本当にこの先喋れなくなっちゃうんじゃないかと思って、そういうのも少し家庭の中で見ましたから、ちょっと不安ですね。昨日トム君は公園で行きました。そう、行きましたですね。行きました。そうですよ。じゃあこんな感じですね。ベトナム難民のレ・キムフェさんに日本語を教えているのは金井美香さん。市内で幼稚園の先生をしています。私は毎日学校へ行きます。じゃあブーさんは毎日会社へ行きます。キムフェさんはボートピープルとして大変苦労して日本にやってきました。会社へ行きます。うん、そうですね。はい、じいさんとこですか。え、中心になったんですか。夫のグートアンさん、息子のグードアン・アン君ともすっかり打ち解けて、家族の一員のような金井さん。キムさんにはね、船で来られた時の話を少しお聞きして、そういう実話を聞いたの初めてだったので、びっくりしましたし、でも私はそれでも大変だなと思ったんですけど、キムさんは1週間ぐらいで、ね、うん、船が見つかったんですよね。だから楽な方だったっていうお話を聞いて、もう想像を絶するようなね、ご苦労があるんだ、あったんだろうなっていうふうに、思いましたけども。2つの祖国を持つことになったキムフェさんとパダラさんに今思っていることを聞いてみました。日本国籍にもう1年半出したから、それでければ早く日本人になりたいです。カンボジアの子供たちは自分の母国を忘れないように、大きくなったらカンボジア帰ったらすぐカンボジア語できるし、仕事を国のためにも仕事をできるし、ですから私はとても嬉しかったんです。このコーナーでは町の話題や相模原市からのお知らせなどをお送りします。来月11日12日の2日間、桜の花で彩られた市役所前通りを中心に54万人の祭典、相模原市民桜祭りが行われます。今年で19回目を迎えるこの桜祭り、2日間にわたって繰り広げられる楽しいイベントの数々、ご家族連れでお越しください。